皆様いかがお過ごしでしょうか。片岡仁左衛門でございます。この度のコロナ騒動、正直言いましてこれほど長引く問題ではないと思っておりました。当初はそしてまずコロナでお亡くなりになられたご遺族の方、心よりお悔やみ申し上げます。私の知人も2人コロナで亡くなりました。本当にショックでございます。そしてまた医療関係で働いてくださっている皆様方、本当にありがとうございます。私たちは何もできないんですけれども、まあ、舞台で一生懸命務めることが命でございます。それが3月公演が中止でも、まあ4月は打てるだろうと思っていたのが4月も中止、そして5月、6月、でも7月の大阪公演はまあまた先のことだから3月の時点では大丈夫と思っておりました。ですので7月に大阪で、の狂言で私はその三味線を弾きます。連獅子の大薩摩と狂いのところを弾くんでございますが、まあまだ7月には時間はあります、ありましたけれども、まあぼちぼち三味線のお稽古をしようと思ってお稽古をし始めた3日ほどしたところで7月も中止、それはもう4月の時点で決まりました。それは本当にショックでございました。私はそう7月が終わりますと、普通の予定でいきますと10月までお仕事はございませんので、さあこれからどうしようと思いまして、まあ体が鈍らないように、週に5日間はウォーキングに励み、そして、やはり声を出しておかないと弱りますもんですから、発声練習、これは私はその普段から発声練習するときには、勧進帳の弁慶、富樫、義経、そして伴卒、四天王、これを全配役を一人でやるんです。これは役々で声の質が変わります。トーンの違い、そして太さ、細さ、そして年齢、それの声の使い分けの練習、これは父が、私は子供の頃から厳しくしつけられておりまして、その稽古をいたしておりました。それでもまだまだ先が長もございます。一日も早く皆様方に舞台の上からお目にかかりたいと思っております。その節にはぜひ、劇場におみ足をお運びくださいますようお願いいたします。本当に今後ともよろしくお願いいたします。